あ、いや、手だけ、手だけ、手だけ。はい。おいでしょうかね、視聴者の皆さん、これ本当すごいですよ。目の前で見てもすごいですからね。自由自在どころかね、自由もうダンスに、あ、なんだろう、曲に合わせてダンスになってるっていうのもまたすごいですよね。まあ、いろんなトリックやる中でも、はい、音楽と融合させた方が、見せる上でかっこいいので、そういうところも意識しながらやるのが、まあ、フリースタイルフットボールの一つの特徴です。そうですね、ね、リフティング得意なやつっていっぱいいますけどね、ね、それどころの話じゃないですね、もうね。リフティング上手い人にもどんどんチャレンジしてもらいたいですけどね、リフティングもね、だんだん上手くなってくるとちょっと面白かったりするんですけど、そうです。でやっていくうちにこういろんな技を覚えたりとかね、するんですけどね。えんちゃんは、私はあまりうまい方じゃないんで。あ、そうですか。今の見てちょっとでもこう火がついた感じですよね。汗かいてるしね。行きますか、じゃあ。えんちゃん、えんちゃんのね、えんちゃん行きましょう。見せたいのか。やっぱ音楽があった方がかっこいいんで。はい。えんちゃんもね、ちょっとね、今、悔しい。すごい、えんちゃん悔しかったみたいなんで、まあね。ああ、どちらもいいですか。ああ、まあ、どちらも。5曲目とかね。はい、同じ方が乗ってくるかもしれないですよ。せーの、もっとやれよ、もうちょいやれよ、もうちょい、もうちょい、胸、胸のあたりの、頭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 、さん、どうですか、このフリフティング、フリースタイルフットボーラーとして、そして、いますかね、
まあ、1日7時間は必要ですね。そうですよね。トシさんかなり練習してるんですよね、毎日。あ、そうです、毎日練習してます、欠かさずほぼ。はい、なんですよね、やっぱそのぐらいやらないとね、やっぱりプロにはなれないですよ。ね、じゃあ目指そうなんですけどね、これからね。そして、フリースタイルフットボールの、はい、そのトシさんが主催するイベントというのが、はい、フットザキングという、はい、フリースタイルフットボールの、はい、あのパフォーマンスのバトルを、はい、の、大会を主催してるんですけど、はい、これが9月30日に八戸のハッチ、ハッチでありますよね、はい、そのハッチ の、 あの1階 の、 あの普段は椅子とかがあってくつろげる場所があるんですけど、はい、そこをもうあのパフォーマンスのフィールドにして、はい、あのそうですね、大会があると。1階入ってすぐのハッチ広場ですよね。そうです、そうです、右手側の、はい、あの姉妹 の、 あのそうです、そうです、その前ですね。ね、あそこでやるそうなので、はい、ね、あの2階とかから上からも見えるので、上からも2階から3階からも見れるんで、ね、はい、全国からプレイヤーが来てくれるんで、結構かぶりつきで見ても大丈夫なんですか、ね、もうかぶりついて見てもらいたいです、うん、はい、みんなあの中でもなんだろう、こう座りながら、座りながら、ね、そうですね、もうパフォーマンスのフィールドは四角く区画してあるんで、はい、もうなんていうんですかね、そこその区画してあるテープのところまで、もうがぶり寄って、がぶり寄ってもう目に焼き付けてもらいたいですね、このね技の数々をね、はい、目の前でぜひ見てもらいたいと思います。これが9月30日、9月30日ですね、はい、まあね、これ去年もやったんですよね。そうですね、あの2010年からやってて、はい、今年で3年目です、1年に1回やってて今年で3回目ですね。なるほど、はい、で去年の模様がちょっとね、の VTR がちょっとあるんで、はい、で皆さんにもこれ見てもらいましょうかね。そうですね、よろしくお願いします、はい、一応ね、この30日のですね、期待を高めるためにね、動画持ってきてくれましたんで、そちらをご覧ください。ご来場の皆さん、本日9月24日土曜日、まあ、2時もだいぶ回りまして、ただいまからですね、ここイオンモール下田西コートにおきまして、東北で唯一のフリースタイルフットボールバトル、フリースタイルフットボールバトルトーナメント、
ダンスできなくても全然自分らもダンスやってるって取り入れてる部分、はい、ということで、いやすごいですね、うん、今回はあのもうバトル形式、そうですね、あの1対この大会は1対1 のバトル形式で、はい、交互に自分のパフォーマンスを30秒から40秒ずつ見せて、はい、交互に2回やって、うん、その良し悪しをあのジャッジの3人で決めるという、はい、なるほど、はい、これ面白そうですね。なんかあのダンスのチームも混じりながらなんですね、はいはい、そうですね、ダンスはあの八戸ってあのもう八戸を代表する B ボーイのブレイクダンスのチームがあって、はい、去年はそのファンクビーツラバーズっていうチームでちょっとゲストのショーをやってもらって、はい、今回もあの NS ブラザーズっていう、はい、あのブレイクダンスの八戸の双子です。お、双子なんですか、はい、でやってるあのもう今日本代表とかになったりするぐらいのレベルの子たちがいるんですけど、その人たちにゲストのショーケースをやってもらうと、いろいろな分野で楽しめるように、はい、いやでも楽しそうですね、はい、ぜひもう見に来てもらいたいですね、はい、これハッチでね見れるっていうことは、まあ、みんなね近くの方ね、あの立ち寄って見ていただければ、はい、まあ、全部無料で、無料です、無料です、見れますもんね、無料で見れます、はい、ぜひね、ご覧ください。さあ、そしてですね、まあ、ちょっとね、ちょっと次のコーナー一回挟みたいとは思うんですけども、ですね、ちょっとこれぜひね、トシさんにもですね見てもらいたいですけども、はい、ちょっとね、トシさんに負けたくない、まあね、さっきね、エンちゃんも頑張ってくれましたけども我らがトライポッドフットサル部があるんですけども、はい、ちょっとねこの番組の、ね、中でコーナー持たせてもらってるんですけどもね、ちょっとその、トライポッドの、あ、はい、あのコーナーに入りたいと思います。ごめんなさい、あれ忘れました。じゃあコーナーいきます。いけトライポッドフットサル部、これちょっと忘れました、いろいろあの用意するのがあったんですけども、はい、これね、今回はですね、本当はですね、隣にいるあのエンペラー吉也くんね、あのエンちゃんのコーナーだったんですけど、あ、エンちゃんのね、エンちゃんがね出る予定だったんですけどもね、今回ちょっとそれはね来週に持ち越しまして、今回はですねトライボットフットサル部でちょっとこの間、なんていうんですかね、リフティングのねチャンピオンを決めようというね、ことをやってみました、うん、まあ、今のを見るとちょっとしょぼいんですけどもさんの見ちゃうとねしょぼいですけどもね、まあ、ちょっとねじゃあその模様をね VTR でご覧いただきたいと思います。それでは、VTR スタート。サル部のリフティングのチャンピオンを決めます。一斉にリフティングを始めて最後まで残った人がチャンピオンです。じゃあ始めます。用意スタート。
優勝。チャンピオンは泉康弘さんでした。おめでとうございます。はい、ということでですね、まあ、ちょっとね、リフティング大会やったものはいいものの、なんかあまり面白くないなと思ったんで、もうせっかくじゃあ、トシさん、ここに来るっていうんだったら、はい、トシさんにもう挑戦状叩きつけようかと。なるほど、なるほど、はい、なるほど。まあ、でもね、あ、どうですか、やってみますか。まあまあまあ、やってみましょう。はい、そういうんですよ、それはうまいんで、自信があると思うんで。まあ、普通のリフティング対決だと必ず負けるので、ちょっと前にね、トシさんと俺とで、ちょっとプライベートで遊んで、山手線、リフティング山手線ゲームとね、はいはい、いうやつがあるんですよ。リフティングをしながら山手線ゲームで出したお題についてこう返し合うというね、ゲームがあるんですけど、これをこれでちょっと挑戦しようかなと思うんですけどね。なるほど、はい、なるほど。で、見た通り、ちょっと一人だと怖かったんで、まあ、3人でやってみようかなと思います。わ、はい、かりました。時間があればちょっと連れて行こうと思うので、ぜひ。で、まあ、次回とは言ってますけども、ちょっと次回ね、エンチャンのコーナーもありますし、あとフットザキング、フットザキングで忙しいと思うんで、まあ、この次回か、まあ、次回ぐらいで、はいはい、そのね、挑戦の模様はお伝えしたいと思います。はい、はい、ぜひね、よろしくお願いします。はい、ということでですね、あ、今日もね、トラップフットサル部の面々が後ろに来てるんですけど ね、はい、ね、ちゃんとユニフォームを着てきたのはタッチだけかな。ね、あれほど言ったのにね、時間には来ないし、ね、大変ですね、はい。まあ、これからね、この後ね、みんなにお仕置きしたいと思いますんでね、はい。さあ、そしてですね、お待ちかね、ここでですね、ここ、場所がですね、使用させてもらっているのが城下のフットサルプラザというところなんですけども、まずはね、そちらのですね、オーナーの田田部さんにちょっとお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。ここで。はい。あ、そうですね。どうしましょう。えんちゃんじゃあ後ろ下がるか。はい。まあ、田中さん。はいはい、先週もね、はい、出ていただいてですね。かなり反響いただいたといいますか、エアゴールのすごさ、ですね。あと最後にちょっと戸惑った感があれがなかなか、視聴者さんの中ではもう可愛いとかね、いろいろかなり大絶賛でしたので、もう一度やってもらおうかなと思ったんですけども、まあ、今回また違う、そうですね、はい、ということでちょっとお知らせがあるということで、まず先週見ていただいた方に どのように感じたか、はいはい、前回の見た方はエアーゴールですよね、はいはい、あれを見てどう思ったかというところですね、はい、聞いてみたいということで、そうですね、はい、えんちゃん見た感想ですか、はい、やっぱり鉄よりこうぶつかっても怪我しないっていうのがやっぱり一番特徴かなって思いました、はい、鉄と違ってやっぱり簡単に膨らむかと。ありがとうございます。普通に言っちゃいましたね、はい、だから普通に、はい、持ち運びができるっていうこと で、はい、でちょっと仲間との海行ったりしても、はい、あれ持ち運びできるからちょっと持てるんだですね、うん、なるほど、はい、マイク入ってないですね、もう一回なんかマイク回してもらって、あ、マイクか、マイクないか、じゃあたぶんこちらです、
やっぱりあの鉄と違って当たってもあの怪我はしないっていうのがやっぱり一番大きな違いかなって思います、はい、うん、まあ持ち運びができるということで海とか持ってってすぐできるっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、同じくいろんなところに持ち運びができるんですけど、普段こう芝生とかで遊ぶときってゴールをあのコーンを立てて見立ててやりますよね。あれやるとボール結構飛んでっちゃってそれを取りに行くだけでみんなヘトヘトになったりとかするので、網付きの持ち運べるゴールがあるとすごくいろんなところでサッカー楽しめるんじゃないかなと思いました。なるほど、うん、意外と大きかったですし、はい、ね、あ、いや、とても良かったと思います。あの空気の割にはすごくあのゴールが硬いですし、あと、まあ、あれにぶつかって怪我するわけもないので、とてもいいサッカーゴールだなと思いました。はい、あのすごいですね。なんかあれですね、評判は上々ですね。そうですね、先週あの小学校の先生とかあと、中学校の先生集まった時にみんな、はい、あのデモして、はい、見ていただいて、あ、やってきたんですか、はい、はい、で、そのエアゴールの方から、お墨付きをいただいたというか、鎌本国重さん、皆さんご存知、ご存知も何も鎌本ですよね、神様ですよね、はい、世界の鎌本ですね、はい、組み立て3分、片付け3分ということで、はい、鎌本さんからこのエアゴールについて、コメントをいただいてます。日本プロサッカーである J リーグ誕生以来、日本のサッカー人口は急増し、サッカーのレベルも、飛躍的に上がってきました。指導者の方がよく、勉強されていることが子どもたちのレベルを上げている要因だと私は思っております。指導者の皆様が安全管理に対する、認識を深めて子どもたちの安全を確保し、エアゴールのように安心してサッカーを楽しむことができる環境を整えることが重要です。鎌本国重ということで、はい、あと、フットサルの方の、フットサル会の方からも、お一人、いただいてまして、佐金清さんという方、お名前聞いたことないと思うんですが、フットサル界ではだいぶ有名な方で、2007年に現役を引退してからはより多くの人にフットサルの魅力を知ってもらうために、学校体育での競技導入研修会などをの活動を行っています。もともとフットサルを楽しんでもらいたい、そしてフットサルを通じて失敗を恐れずチャレンジし続ける気持ちを持ち続けてほしいです。気軽にどこにでも、競技環境を作ることができるエアゴールはフットサル競技の必須アイテムだと期待しております。佐金清ということで、お二人からちょっとこれ見ていただいて、ですね、お二人の、はい、写真入りで、なるほど、ちょっと遠いかな、そうですね、ちょっと遠いですね、あのこっちで見ますかね、ちょっと待ってね、はい、見えますかね、はい、ということで、はい、すごいですね、鎌本さん、そうですね、はい、あの J リーグの方でももうあの導入が始まっているということなので、そうなんですか、はい、大宮アルディージャーと柏レイソル、あと FC 東京さんあたりでもあの購入を決まったそうです。そうですよね、はい、あのそうなんですよね、サッカーゴール、まあ、もうもちろん今まで持ち運べなかったんですけども、あるところでもやっぱりね、あの場所によっては自分たちで用意するとか、そうですね、あとね怪我したりとか使ってっていうのもありますからね、結構今まであの組み立て式っていうのはあのあったんですけど、はい、あのパイプをどこでつないでどこのパーツかわけわかんないみたいな、 あ、はい、あのネットをかけるに どうかけたらいいんだみたいな
実際私も組み立てたことあるんですけど、ちょっとこう、まあ、かなりこう面倒くさいなっていう感じしました、ね、はい、いや多分この間も言いましたけどね、あっという間に結構膨らまりますね、ですね、はい、そんな、時間かもほんとなんか数十秒1分もあれば、ね、そうですね、はい、できますんでね、はい、いや、本当便利だと思います、はい、お問い合わせはフットサルプラザの田名部までお願いいたします、はい、あと一つお知らせで、今月の30日に、こちらでミックスの大会があるので、トレポットさん大丈夫でしょうか、はい、みたいな、ミックスの大会ですね、はい、先ほど準備中に1件エントリーのお電話入りましたので、はい、ぜひそろそろですね、うちらも最近そこは出てないですね、行きますか、じゃあ2回目の優勝を目指して、はい、はい、分かりました、じゃあ出場させてもらいますので、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ私はだいたいこれぐらいで、はい、はいはい、ありがとうございました、はい、田辺さんでした。さあ、ということでですね、でここでですね、一旦ちょっと書き込みの方を見ていきたいと思います。さあ、まずはですね、ヒバティさん、エンちゃんセンター取ったと言ってますね、センター取りましたね、後ろでヒバティ君もいますけどね、はい、さあリクポンパパさん皇帝だ、そうですね、エンペラーですね、うん、あ、エンペラーちょっと、なんかエンペラーで持ちきれないようなので、そうですか、はい、エンペラー、例えばなんでエンペラーなの？ああ、そうですね。なんでって言われると、ヤンケンにフットサル、私ちょっと、あ、これ短くしてちょうだい、そこで、あだ名をつけられました。ああ、なるほど、はい、何から来てるのかな、エンペラーは。なんでなんですかね、何から来てる、何からなんですかね、うん、昔あったちょっと短めに、そう前っすね、まあ、よくわかんないです。あ、そう。その辺の秘密はね、はい、ちょっとまた次回で。ね、次回、はい、来週見ていただければ、そのエンちゃんの秘密がいろいろね出てくるかと思いますんでね。来週ね特集なのでね。そうですか。そうですか。いや特集ではないけど。さらっといきますけど。さらっとで。はい。お願いします。はい。そしてですね、あ、リクポンパパさん、みんなうまいねって言ってます。あれの映像か、リフティングの映像の時かな、うん、みんなね結構できるね、フットサル、うちらのフットサル部もね、うん、この辺でもね、トシさんにちょっと教えてもらいたいですよね。ああ、そうですね、いろいろ今企画は練ったりはしてるんですけどね、そのうち何かアクションがあると思います、あ、了解です、はい、なんかね、フットサル教室とかある、フットサルじゃリフティング教室とかあると、もうすごい人が来るかなと思うんですけどね、はい、さあ、お、吉明佐藤さんも見てますね、はい、キャップがお怒りです、キャップ、あ、あれか、みんな遅いからね、うん、ちゃんとね時間は守らないとね、はい、ただ、ね、やっぱりエアゴールもねみんなつぶやいてくれてますね、エアゴールね本当ね、あれはすごいいいと思います、まあその先ほど教育関係のところもそうですしね、あと子どもたちがやっぱりこうなんだろうね、すごくこうサッカーフットサルにハマっている子どもがいれば、自宅にあってもね、ちょっと小庭があれば広げてあそこに蹴り込んでね、昔はよくネットとかこう張ってね練習とかしてたんですけども、あれあるとあちこち持ち運べたりもするんでいいかなと思いますけどね、はい、今日もねいっぱいの方見てもらってます、ありがとうございます。さあ、そしてですね、まだまだお時間ありますので、まあこの辺でですね、もう少し5分ほどトシさんとお話ししてみますかね、はい、はい、まあトシさんのそのフリースタイルフットボール、なんかもうなんか目標とかあります、今後。まあ今後はもう本当に東北とか地方になるとフリースタイルフットボールの競技人口が一気に減っちゃうんで、はい、もっと広めて、うん、そうですね、もう街歩けば
とかその辺の路地入ればもう子どもたちが常にボール蹴ってるような街になればいいなと思ってて、あの今回のフットザキングのジャッジでも来てくれるキューブのカンさんっていう人が、あのそのチームはあのもう浦和の駅で月1回もうフリースタイルフットボールの教室をやってるんですよ。駅の真ん前で。教室ですか？もう教室やってるんですよ。すごいですね。でもう浦和っていうのはもうそういう街なんで、だからやっぱりサッカーも強いじゃないですか。もう自分も行った時あるんですけど、子供みんなできるんですよ。だから青森とか八戸もそういうレベルになってほしいなと思って、浦和とかに負けないくらいのサッカーの盛んでうまい子がいっぱいいる街になってもらいたいなと思います。それ最高ですね、はい、もっとね、楽しさ知ってもらいたいです ね、 そうですね。ボール1回あると特にフリースタイルなんかはあれですよ、一人でもできますしね。もうどこでもサッカーをプレーすることができるんで、ね、形問わないんで、もっとサッカーを上手くなる一つの手段として、もっともっと取り組んでもらえればなと思いますね。昔に比べてても今の小さい子ってリフティング上手くなってますよね。いや格段に上手くなってます ね、 ね、うん、あれでもリフティングの技術ってすごくこうなんだろう、あとサッカーでもあのフットサルでも、まあ来た球をねトラップするとき柔らかくタッチできますしね、ドリブルでもやっぱりね多分足柔らかいタッチ で、 そうです、ね、やることできるんで、何でもそうです、ね、使えると思います。サッカーのタッチの基本でもあるし、こうや自由にやることによって自分だけの技とか開発するとやっぱりオリジナリティとか発想とかそういうところにもつながってくるんで、いろんな人に取り組んでもらいたいです。そうですよね、足技上手くなってね、ロナウジーニョのこういう、なんだっけ、エラシコとかね、はい、なんかいろいろ技もね、ああいうのも多分こうリフティングで遊びながら自分一人でこうボール扱いながらね、編み出していくもんだと思うんで、そうですね、いやぜひね、あ、はい、あ、じゃあ、はい、後ろからトシさんに質問、はい、あ、ちょっと待ってね、それ出てないか、はい、じゃあうちのトラップフットサル部の高島からトシさんに質問だそうです。はい、私リフティング3回ぐらいしかできないんですよ、はい、でも全然うまくならなくて、だからお家でテレビを見ながらちょっと練習する方法とか、こう静かにでもちょっとこう上手になるグッズとか方法とかあったらなんか教えてほしいなって、はい、ちなみにそういうことってしてますか、はい、家の中で練習、自分が練習してるときはもう家の中とかでもやったり、最初のうちはもうどこでもやってましたね。もうボールを頭に乗せたまま寝転がったりとか、そういうのとか、あと自分がさっきやってた、あの足の裏にボールをこう座りながらやるのとかも家の中で、外では外でしかできない練習やるけ ど、 なるほど、家の中ではどこでもできるような練習、ボールが飛ばないような練習ですよ ね、 ですね、はい、で玄関で 座ってボール、シッティングって言うんですけど、シッティングの練習したりとかもしたんで、シッティングあれでも座りながら難しいですね、あれね、太ももがちょっと最初の人はきついと思うんですけど、太もも腹筋が得られますよね、はい、やっぱこう常にボールがそばにあることが大事なのかな。そうですね、常にボールを触ってることだと思います。ボールと友達になる、ボールと友達になることです、はい、私まあ、小さい子がいるんで、はい、小さい子に買ってあげたようなちっちゃいこういうボールがあるんですけど、あ、これでやるのもちょっと練習になりますよね。そうですね、全然最初のうちやっぱり大きいボール使っちゃうと足がやっぱり子供のうち短いんで、うまくできないんですけど、まあ、ちっちゃいボールだと引っかかんないし、体に合わせてできるんで、いいと思います。なるほど、あとなんか質問あります？誰か、あとはトシさんはサッカーはできるんですか？サッカーそれ失礼なの。いや、サッカーずっとサッカーやってたんですよ。高校もずっとサッカーやって、大学でもずっとサッカーやって、それこそ新潟県でサッカーやってた時は、その市で1位になったりとか、学生の大会に、まあ、関東に遠征行ったりとかで、バリバリサッカーをやってたんで、ポジションはどこだったんですか？ポジションはフォワードか、あー、やっぱりミッドフィルダーとか、まあ、ディフェンスはあんまり得意じゃなかったんで、攻撃のポジションをやってました、ずっと。そうか、でもそれよりも
まあ、そのフリースタイルフットボールの魅力の方が勝ったわけですよね、ある時から。そうですね、自分もサッカーやってて、まあ、学生だったんでキャプテンやったり監督兼選手とかでやったりしてる時に、どうしてもいろんな人に見てもらいたくて、面白いサッカーやりたかったし、自由にサッカーやりたかったんで、そういうのを求めてサッカーやってるうちにそのフリースタイルフットボールに出会って、そこが転機になったんですよね。もともとそうですね、自由にサッカーやりたかったし、自由にもっと自分を表現したかったんで、そうやってサッカーやってたらこれに出会ったって感じですね。なるほど。結構ね、これ見てね、今のこの映像とか、あと次にあるフットザキングとか見てね、ちっちゃい子がね、あれやりたいって思う子も出てくるでしょうね、はい、楽しいっていうか、なんかこういいよね、パフォーマンスとしてのリフティングって。なんかそうですね、それはそれで見てる人が楽しくなるし、はい、ウォーミングアップとかの時とかは絶対ロナウジーニョとかメッシとかクリスチャーノ・ロナウドとかやってるんで、うん、そうなんですよ、はい、上手い人はできるんですよ。できるんですよね。でトップレベルに行く人ほど常にボール触ってるんで、うん、絶対できるんですね。あのコマーシャルとかでもありましたよね、ロナウジーニョがこう、はい、なんかこう寝転びながら、ね、はい、ボール扱ってるやつとか、うん、いやいいね、うん、教えてもらいたいですね。ぜひ、うん、やりましょう、うん、それポットフットサル部でもじゃあやるか女の子たちね、あんまりできない。そうね、女子ね、はい、私は特にできないんで、ね、いやでもね、うちのフットサル部の女子のね、みなみちゃん、そう、みなみちゃん、みなみちゃん 100回以上できるよね、確かね。あっという間に、ね、追い抜かれたんだよね100回もうリフティングできれば、自分のやってるような技ちょっと練習すればできます。自分は思うに10回リフティングできればできます、うん、およし、じゃあとりあえずみんなね、すべてみんな10回はできるようにしましょう、うんうんね、頑張りましょう。まあ、今度ね、じゃあトシさんにも来てもらって教えてもらうとかもね、ね、してもらおうね。いや、さっき生で見たけどすごい感激しました、うん、で、この真ん中の方はで、どうですか？えんちゃん、頑張ろうね。えんちゃん考えついちゃったんだけどさ、トシさんと一緒に新技を考えようよ。新技を、あ、なんか、なんかトラポード新技、多分新技って自分たちで考えて作ってるんですよね。もうフットザキングとかに出てるプレイヤーもやっぱりオリジナリティ求めてるんで、どん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 やっぱり新しい技が出てきますよ、ね、なんかさ、そう、ね、新技考える前にうまくならない、ごめんなさい宿題とか、そう、宿題、そうだね、うん、宿題もらおうか。なるほど、はい、トシさんに、まあ、宿題もらおう。あ、じゃあ今回のトシさん、今回の宿題お願いします。今日もう出しちゃいましょう。今日出しちゃいます。今日出しちゃいましょう。はい、次の回までにみんなで練習するの。さっきせっかく家の中でもできるような練習はないのかっていう話があったんで、はい、家の中でも練習できるやつを、はい、静かなやつ練習しましょう。静かなやつ最初。はい。どういうやつですかね。じゃあ見せてもらいましょうかね。すげえ。さあ急遽決まりました。はい。これは手でやるんで。ええ。ああ。これ難しいな。練習するとき。はい、手で置いても OK、はい、手で置いても OK、 まず上に乗っけて、そこから側頭部に持っていくと、で止めると、はい、なるほど。コツは何ですか？やっぱり最初は手から、はい、手からやって、はい、頭はおでこと髪の毛の生え際にの中央ですね、はい、もうずっとボールを見るんです、はい、はい、あとこめかみは、はい、こう触ってるとちょっとへっこんでるとこありますよね。あ、はいはいはい、そこに乗せる。なるほど、はい、もうあと手でひたすらバランス取るだけです、うん、これやっぱりトシさんがやってると簡単そうに見えるんで、はい、えんちゃんちょっと、えんちゃんちょっとやってみて
うん、アシスト、うん、うん、これ逆にでもエンちゃんが簡単にこれさできちゃったらさ、もう次の宿題出さなきゃダメ。最初手からで OK です。そうじゃないけど、そうです、サッカー経験長いじゃん。はい、タッチやってみろよ。タッチもやってみようよ。タッチもやってみて。あ、これ難しいですねやっぱりね。結構上を向くんですか。もうかなりもう上ですね。結構完全に上です。生え際っすね。生え際です。生え際抜かんないっすよ。うおっと最初やっぱ転がっちゃうと だんだん乗っかってくるんですよ。おーあーえ、無理なの。いや、これね、うちの中でもかなりテクニシャンのタッチができないっていうことはかなり難しい。よし、じゃあこれを、いい？じゃあ宿題だよ。はい、はい、ちゃんとみんな見てるかしら。うん、うん、で、これ完璧できるようになったら、次、またトシさんのところに行ってまた宿題出してもらいましょう。はい、ね、はい、なるべく1週間でできるようになりたいけどね。できます。あ、頭はできます。頭できます。頭で自分もどんくらいかかったかな。1週間くらい、一番最初かかったと思います、はい、ちょっと近所には迷惑かけたかもしれませんけど、はい、さあということですね、また新しい企画もできちゃいましたけどもね、はい、どん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 ね、こういった企画をね、現場で作り上げていこうかなと思ってますよろしくお願いいたします手作りバラエティですからね。そうですね、手作り番組です。バラエティじゃないんだ、ごめんさ、そして次のコーナーですね。今度はね、恒例の、青森ゴールの、情報コーナーです。どうぞさ、じゃあ真ん中に、はい、はい、青森ゴールの編集長松坂さんです、はい、よろしくお願いします。はい、まあね、まあ、できればもう県内で行われる、いろんなイベントを、ね、紹介していきたいと思います、どうしても、ね、現在はスタッフが、ね、県南地方が多いんで、どうしても、県南地方の情報も多くなってしまいますけども、もし、青森弘前でご覧の方いらっしゃれば、ね、どんどん、こちらにも情報をお寄せください。はい、はい、さあ本日は、はい、ちょっと見えない。じゃあこっちから、こっちから行きましょう。はい。はい。すみません。まあ先週と同じなんですけども、まあ今週の土日に八戸で行われるイベントなんですけど、まあ元日本代表、まあ佐野織選手、奈良選手、三浦篤弘選手がファミリーサッカースクールで22日長根運動公園陸上競技場でファミリーサッカースクールを行いますので、もうこの募集は多分締め切りになっていると思いますけど、ぜひね、皆さんで元日本代表選手のサッカースクールを見に行ってみてはいかがでしょうかっていうことですね。あと、まあ上に来てベガルタ仙台のサッカー&カレー教室、こちらはもうね、今首位を狙っているベガルタ仙台、手倉森監督と平瀬智之選手ですかね、元選手が来て、サッカー教室を行いますので、こちらも東運動公園の陸上競技場になってます。ぜひ皆さん見に来てみてください。あと選手と同じくこの方は大きいんじゃないですかね。今フットサルの日本代表の監督です。その方がもう青森の前田アリーナで指導者講習会っていう監督目線ね、監督指導する側の講習会をやってくれますんで、ぜひそちらも参加してみてください。よろしくお願いします。あと、まあ、前回紹介した第19回全国クラブチームサッカー選手権大会の東北大会の結果が出ました、まあ、こちらには結果が載ってないんですけども、見事青森県代表をするブランデュー弘前さんが東北大会優勝しました、まあ、
五戸サッカークラブは2回戦で負けてしまったんですけども、ブランデュー弘前、まあ、J リーグを目指す弘前のチームが東北大会優勝して10月から開催される全国大会に出場しますので、皆さんこれを覚えておいて、そしてまた弘前のブランデュー弘前っていうチームを応援してください。よろしくお願いします。あとこれですよね、お願いします。やっぱりトシさんがもうこれもう元からもう3回目ですか。3回目ですね。ね、3年前から青森ゴールでも特集、はい、いつも組ませてもらってるんですけども、このイベントはもう東北、まあ、結構全国も巻き込んで。そうですね、プレイヤーも全国から来ますね。はい、もうすごいイベントです。なかなかこのね、青森県でこういうイベントをやってくれる方もいないですし、これを立ち上げたっていうのもすごいなって自分も思ってるんですけど、そのイベントを、まあ、青森とかね、八戸でこう見れるっていうだけでもすごいことなので、はい、ぜひこれはもうぜひぜひ見に行ってもらって、ぜひ、応援してもらったり、そこで楽しんでもらったり、ね、またそこでこう自分の表現方法だったりいろんなことでまたサッカー、フットボールにこう、ね、興味を持ってもらう方が増えればいいなって思っています。またこれすごいですよね、本当に。そうですね、はい、もうキューブの菅さんっていうのは、はい、もうフリースタイルフットボールを作った人ですからね、はい、キューブっていうチームは。そうですね、その人が来てくれる審査員。そうですね、いや自分も、まあ、たまたまフットサル の小学校の全国大会見に行ったんですよ、バーモントカップ、はい、その会場明治大筑波かな、はい、明治か、その会場で普通にその会場でフリースタイルやってる方たちが多くいられて、うん、あじゃあもう普段フットサル会場だったりその場面でいろいろやってる人たちがいるんだなと思ってましたね、うん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 、なので八戸とか青森県でも普及すればいいなと思ってます。そうですね、もうだってねちっちゃい子とかね、今多分すごいリフティングとかうまいんでね、うんうん、ちょっとあとね技多分 目の前で見たりとかね、説明とかされると多分すぐできるようになってくると思うので ね、うんうん、ぜひね、はい、ちっちゃい子いるところでもね、みんなね家族連れで見てもらって、ね、家族連れで来てもらって、うん、いいかなと思います。すごいですね、ブランディング弘前も。そうなんですよ、うん、東北大会優勝するってなかなかできないことなので、やっぱり J リーグ目指してるこう気持ちとか、そういうものがこう伝わってきたような決勝戦でもあったので、ぜひね全国大会でもいい成績を残してもらって、また青森県にいいこう情報を提供できるようなチームになってもらえたらなって思ってます。はい、そうですね、ね、結構これ前田アリーナとか青森市の情報もありますしね。そうですね、あこれ弘前情報全部交えてますね。はい、さすがさすが情報も、いやいやいやすごいですね、他にもね、皆さんね、ご覧の皆さんの中でなんか情報をお持ちでしたら、どんどん書き込んでもらっても結構ですんでね、まあ、サッカー、フットサル、ビーチサッカー、フリースタイル、フットボールもうなんか足を使ってボールをなんか蹴るスポーツだしたら何でも OK です。書き込んでください、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあね、今月もね、なんですかね、イベントはね目白押しですけどね、まだね暑いですね。そういえばね、けんちゃん、そうですね、今日は暑いですね、34度ぐらいね、暑いもね、真夏日が、なかなかね、こうなんだろう、スポーツに関しては暑すぎるとね厳しかったりしますけどね、サッカーとかだったら本当ね、ちょっと寒いぐらいの方がフィールド出るとね全然良かったりするんですけど、どうですか、暑さ対策なんかしてます、暑さ対策ですか、はい、やっぱりボカリスエットを飲めようボカリスエットって ボカリスエットです。ボカリスエットです。ボはちょっと違います、うん、来週のね、このエンちゃんの特集もね楽しみにしててください。さあね、ちょうどね、10時となりました。本日もね、お時間となりました。本日も、ね、ご視聴いただいて皆さんありがとうございました。フットサル部の学校、フットサル部のみんなもね、また来週もねよろしくお願いします。はい、トシさんもね、できればできる、はい、していただくから、こちらからもいろいろ振っていきたいと思いますので。了解です、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい
はい、さあ本日の青森ゴールファクトリーも終わりの時間となりました。この放送は録画されておりますので、途中からご覧になった方、見逃してしまった方でも後から見ることができます。Facebook ページもありますので、ぜひいいねをよろしくお願いいたします。そして Ustream もぜひフォローしてください。Ustream でご覧になっている方、下の方にフォローのボタンがあると思いますのでね、そちらポチッと押してください。もしかすると、フォローした人だけに見れるお宝映像が今後アップされるかもしれませんのでね、ぜひお願いいたします。さあ来ましたね、最後ね、最後分かってますね皆さん、いいですか、いきますよ。それではね、皆さんまた来週月曜夜9時にお会いいたしましょう。あ、また直したなって、はい、また来週、火曜夜9時にお会いいたしましょう。さあみんな一緒に青森ゴー。